が見ればさ、 T シャツ1枚 白の無地の T シャツ1枚にしてもさ、うん、あ金かけてんなって分かる人もいるし、そうだね、なんか普通にユニクロで売ってそうじゃんって思いながらも実はすげえ高かった。分かんないな、そんなシュークリームシュークリームシュークリームじゃない。だからもう あそこまで行くと持ってること自体がステータスになるよね。そうなんだね。なんかあれを持ってるってことはさ、まあ、まあ確かに、まあ、ギターで言うさえ、まあ、ギブソンフェンダーのカスタムショップ、あ俺メインで使ってんだけどさ、ね、みたいな、そうだね、まあ、アピールになるじゃん、うん、確かにそうかもしれない。俺フェンジャパとかじゃないしエピフォンとかじゃないから、いや俺マジ本格派っしょ、ギブソンっしょ、 USA っしょ、フェンダーも USA っしょ、つうかマジ俺マスタークラフトに作ってもらってるから受注生産品だし、そうだね、そういう感じでしょ、やっぱそういう感じだね。そうだね、もうブランドネーム、そうそうそう、持ってるってことがステータスになるというか、まあ、それをアピールできるわけだよね。だから俺は結構ガチですよみたいな。ギブソンじゃん。ギブソンだけどエピフォンですけど、いやいや言ってない別に、そういう、そういう意味じゃない。いやだってあれは俺ね、もともと俺10万円のエピフォン買うはずだった、あのノエル・ギャラガーのスーパーノバっていうブルーの、そうブルーのあのシグネチャーを買おうと思ってた、自分の10万貯めたお小遣いで。そしたら親父が、いやおめえ買うなら一生もんのもん買えよっつって、もう10万出してる。ノエル・ギャラガーのスーパーノバいいギターだけどね。いやそうすごいいいギター、かっこいいなと思って、そうだから俺はそれで、まあ、親父が行ってそのもう10万出してくれたから、じゃあまあ20万くらいで売ってるギブソンないかなっつってセミアコ探してたから、あちょうどあるやんって言って買って、もういまだに現役ですね。長いね。長いね、相当長く使ってるね。だって初めて見た高校の時持ってたよ。そう高校の時からずっと使ってた。色変わった気がするの。そうだね、本当にわかる。すげえ色が黒だったじゃん。黒って言っても木目が、より木目がすげえなんか際立った際立ってきてる、立ってきてる気がする。でね、俺この間こうあんま使ってないギブソンのレスポールと黒、そう真っ黒のギブソンレスポールとセミアポを実際に全く同じアンプシミュレーターの設定で弾き比べてみたら全く音違う。あのね、やっぱずっと弾き続けてるから、おそらくこう倍音がすごい出てる、すごい心地いいっていうかきらびやかっていうか、やっぱあんま弾き込んでないギターはその特定の音域しか出ないんだよ。なんか硬いというよりはちょっとレンジが狭いというか、音が詰まってるように感じる。で、あのセミアコ弾くとすごいもう上から下まで気持ちいいとこがバーンって出てて、なんかきらびやか、ギラギラキラキラしてて、なんかすごい弾いてて気持ちいいし、音も柔らかめ、どっちかというか硬くなくて。そんな私はエピフォンですけど。いやいや言ってない、別にいいね、そこはいいね、人のギターはいいさ別に。これでも結構こだわって買ったけどね。あれエピフォンの何、エピフォンジャパン、ジャパン1999年。モデル名はシェラットのかな。あ、普通にイエス33。あ、そうなんだ、エピフォンの33。なるほどなるほど。で、あのメイドインジャパンで、うん、あれ寺田楽器が作ってるから、うん、そう結構いいやつだ。そうだね、うん、エピフォンってなんかやっぱ基本韓国製が多くてさ、安い。それは嫌だった。ああ、うん、使うんだったらジャパンかな。なるほど、そうか、エピフォンジャパンなんてあったんだね。あんま知らなかった。いくらさ、これで10万ぐらい。エピフォンの中ではもうトップクラスだったんですよ。
まあでももっと高いのあるけどね。まあ、15とか25とか全然あるし、本当にでもヴィンテージでしょそれはもう。昔そうだね、ヴィンテージとか。だから日本のエプソンがギブソン傘下に入る前のさ、やつとかはやっぱそれくらいするよね。そうだね。なんかこれ買った理由も、うん、まあジャパンっていうのもあるし、そうね、でピックアップもディマジオ入れてる。あ、そうなんだ。ディマジオの何？なんだっけな。もう見ないと思い出せない。なんかセミアコにハマる感じのエアーなんとかエアーゾーンとかエアーノートとかある。そんなような名前だった。なるほどね。調べなきゃ出ない。じゃあやっぱエピフォンとはいえどそのこだわりがちゃんとあって、だから一概にスプリームで着飾るのもいいけど、ね、そこに行くわけな、ね、飾るのもいいけどコスパいいものもありますよ。そうですね。俺プレイテックとか好きよ。あ、俺実は5000円の割には全然使えると思う。全く問題なく。全然ね、楽器は多種多様だからね。そうですね。まあ最終的に弾き手したいってことになるからね。そうだね。楽器に関してはマジで。でも俺ぐらいだったらエピフォンでいいんだよね。何急に？何急に？考えたよ。考えた。セミアコ買うってなった時に考えた、はいはいはい、まあまずはギブソンが思い浮かぶよね。そう、選択肢として。ギブソン、しかもあのトリニロペスが好きなの、うんうん、あの有名なとこだとベルレのウーザー使ってるじゃん。トリニロペスのをダイヤモンドホールのさ、あー、あるねあるねあるね、あのシグネチャーモデルのやつ、はい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 、あれをダイヤモンドホールとか採用したのはトリニロペスとかがモデル。なるほどなるほど。ダイヤモンドかっこいいよね。そうなの、ね、あれはいいね。確かに欲しい。ヘッドもギブソンヘッドじゃないか、トリニロペスって。あれか、あのデイブ・グロールみたいなやつか。あ、そう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 、デイブ・グロールも使ってるね。俺デイブ・グロールのやつめっちゃ欲しいけど、ほんと生産ほとんどされてなくて、普通に買っても50万絶対無理だな。あれ欲しいなと思ったけど、いやいいね、確かに。あれ買ったら一緒のもんだろう。確かに。かといってそんな引き込んであげることもできないですよ。なるほど。だったらまあエピフォンかな。思った次第ですね。いや俺でも結構最近エピフォンが好きで、いろいろ見てる。サブギター買おうかなって思ってたんだけど、買いなさい。服もそうやし、こう撮影とか照明機材がまた新しく選択肢として出てきちゃったから、ちょっと諦めちゃったんだけど。不次元の一本とか本当いい。はい。不次元が作ったから。はい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 。これは、まあ、ジャパンの寺田が、いや、今も高いよね、正直、不次元性とか。不次元もいいね、作りがいいから。わかる。白毛だから余計、白毛だったら。これすごい最近失敗した買い物がさ、中国製で、なんか中国のサイトがあって、なんかギターがさ売ってるんですよ。中国製、中国のサイトで。ほうほう。でなんかちょっとグレーなサイトなの。なんでかっていうと、そのさっき言ったデイブ・グロールモデルとかさ、全く同じものとかもさ作ってさ売ってたりするの。ああ、なるほど。コピー品ってこと。コピー品とかで、
で、俺は、まあ、コピー品は嫌だな。もう、モラル的にも嫌だし。うん、そうだよね。だからちょっとそれは変わんで、で、ワンハムのレスポール。うん、で、色もチェリー。ないじゃん。ないね。ないない。見たことないでしょ。ワンハムだからフロントないんだよ。だってフロントも全部チェリーの柄でガーンってなって。すげえかっこいいな。それを見つけて、で、ちゃんとそのサイトを見た、詳細見たらさ、ヘッドのとこも、まあ、真っ黒で塗りつぶされてたから、あ、まあじゃあ、まあ、特定のメーカーのコピー品じゃないんだと。って思って、買いました。届きました。開けたら、ギブソンバッチ。もう、だから、サイトには書いてなかった。届いたらギブソン、レスポール、スタンダード。がっちりコピーされてる。そうだ。はぁって思って。ギブソンじゃないのにギブソンって言っちゃダメでしょ。コピー品。コピー品。いくらですか ?3 万3000円。まあ、高い。まあまあ。エプロン買っとけばいい。でさ、いや。韓国製のエプロンの問題だよ。で、俺最悪、ヘッドのロゴ削るか。はいはいはい。俺もギブソンのレスポールとして欲しくて買ったわけじゃないから、ワンハムのレスポールで、チェリーサンダーストのやつがあったらすげえかっこいいかなって思って買ったわけだから。って思ってさ、弾いてみたらさ、フレットがもうぐちゃぐちゃで、ビビりまくり。そうだね。6弦の5フレットが、どんな設定にしてもビンビンになる。めちゃめちゃ使うとかめちゃめちゃ使う6弦の5フレットビンビンって言ってない言えてない、もう今言えてないもん、頭にきすぎて言えてない。もったいねえ。捨てた捨てた。いやまあ捨てた。